はい、皆さんおはようございます。チャレさんです。まだ暗いです。はい、街灯がついております。はい、そんな時間、出発でございますよ。さあ今日はどこに行くのでしょう。はい、まだ真っ暗です。朝の、現在時刻は4時50分です。はい、今からスタートします。はい、改めまして皆さんおはようございます。チャレさんです。はい、本日は9月21日月曜日、時刻は、5時ジャストでございます。はい、もうまだ真っ暗でございます。はい、いやー、もう1ヶ月前は5時っていうと、まだもう明るくなってましたけどね、もう9月21日お彼岸の日、秋分の日ですよ、まだもう5時っていうとライトオンスタートです。はい、いや久しぶりですよ、こう朝こんな、出発時が暗いなんていうのはね、うん、っていうか暗い時間帯に走るのが嫌いな私ですが、もう人生の予定を考えるとこの時間にスタートしなくてはならないという、まあ、ただあと30分とか1時間とかすると夜が白んできて明るくなりますからね。はい、そしてなおかつこの時間帯は車が少ないと、非常に、効率的にツーリングのスタートが、1日の予定が早くスタートすることによってツーリングが ゆとりを持った、プランで進められるということで、もう今日はもうこの時間スタートなんですけれども、はい、そしてね、なんでこんな時間に出て出発しているかと言いますと、今日は多分何本かの動画に分けてお届けすることになろうかと思いますけれども、実は四国に、今私広島に住んでおりますけど、四国に、日帰りでツーリングに出ようと思っております。ソロです。ソロツーリングなんですけどね、まあ、ぼっちですけどね。はい、そして、その四国で何か所かこう回りたいところがありまして、そして、四国に行くためにフェリーを使おうと思っております。そしてそのフェリーをどのフェリーを使うかっていうことなんですけど、最近はね橋ができたおかげで、しまなみ海道とかそういう瀬戸大橋とかできたおかげでですね、瀬戸内のフェリー航路が激減しております。激減っていうか、もうフェリー航路が廃止になっているところもたくさんあって、昔はあったものがね、はい、それで、わずかに残っているフェリーの航路を、使って四国に行くわけなんですけど、もちろん自走で島並みを通っていくというスタイルもあるんですが、まあそれはあんまり面白くないので、フェリーを使って行きます。で、私の住んでる広島から、松山、愛媛県の松山に、向かうフェリーはあります。はい、これ朝6時台に出ます。はい、始発がね、で8時過ぎに、到着します。これを使うという手もあったんですが、これは帰りの便で使って楽に広島に、帰ってくるスタイルにしたいと思っていました。で、もう一本は山口県の、柳井市というところから、出ている便がございました。はい、ございます。はい、これもあるんですけど、まあこれ松山にやっぱり入るんですね。で、僕が今から向かっているのは、飛島街道の終点、岡村島から出ている、岡村港から出て今治市に着いている愛媛県のフェリー、こちらの方に、乗船しようと思って今この時間に出ました。なぜならばその、始発がね6時50分ぐらいだったかな、なんですよ。なので、そこまでの距離がね70キロぐらいあります、広島市からね、飛島の終点っていうのがね。そうするとね1時間半は確実にかかりますからね、結構なペースで走っても、うん、ということで5時、5時前スタートを決め込んだわけです。今現在このナビで見ても到着が6時40分ってなってますので、まずギリギリですねこれでね。はいはい、今呉の町を過ぎたあたり、5時40分、時刻は5時40分ですけど、このように、東の空が白んできました。はい、朝焼けが見えてきましたね。だんだん周りも明るくなってきました。はい、
はい、秋名戸大橋、飛島街道の入り口までやってきました。空はもう明るいです。はい、時刻は、何時、5時46分。はい、実に、40分50分ですね、暗い時間帯走行したのは。はい、この橋が高いんだよな、大きいバイクで渡ると。よいしょ。おはようございます。あ、こっちか、こっちか遠かった。はい、はい、はい、ありがとう。橋が高い、570円。よーい、飛島街道突入です。残り30キロ。はい、到着時刻予定は6時半。船間に合いますね。はい、まだもう少しライトオンしておきましょう。いやー、でも、想定ぐらいの時間だね、これはね。まだ6時前だけど、空は明るくやっとなってきました。はい、今豊島に入ってます。あー、そこもう初日の出じゃない、初日の出ね、初日の出ではないな、日の出がもう間近ですね。はい、うおー、瀬戸内の夜明けだぜって感じの飛島街道を走っております。はい、岡村島の方へ渡りました。はい、見てないではなくてね、岡村の方に渡ってきました。はい、もう多分あの山陰で、こっちがまだ日が差してこないですけども、日が昇ってますね。ライトも消してます、もう。はい、もう5キロも行くと岡村港になります。はい、最後飛びします。あっちがね、あっちが三田来の、あの辺が三田来の町並み保存地区です。はい、いつもあっち行くんですけどね。はい、今日は岡村島の岡村港に向かっています。時刻は6時13分。はい、到着予定時刻6時21分となっています。よかった、フェリー間に合いますね。っていうか、フェリーがなかったらどうしようネットではあることになってたけど、時刻表では。はい、3つ目の橋です。こっちに渡って、よいしょ。ね、これ面白いよね、ほんと橋から橋渡ってね。はい、もうこっから愛媛県ですよ。おー、あっちの方は日が差してますけど、はい、ちょうどこの山の陰でこっちには日が差してこない、日の出が取れない。ここ曲がったぐらいで日の出が見えるでしょうか。岡村港2キロです。はい、はい、6時半に岡村港に到着しましたけども、はい、もうすでにこんなにオートバイいっぱい来てます。いや、俺一番かと思ったよ、もっと早く来たんだねはい、県がね、はい、映るかな。はい、フェリーエンジンかかりましたね。はい、これご覧ください、バイク。はい、ご覧ください、バイクいっぱいですよ。始発6時55分の、みんな何時に家を出てくるんですかねまあ僕と同じように暗くなってて、暗い時間から出てくるんでしょうね。いや、思ったよりも多くてびっくりをいたしました。はい、乗船します。フェリーの船旅なんか楽しいよね、乗る前からワクワクするよね。いや、こんなバイク多いとは思わなかったな、びっくりですよ。
みました。縄止めをされてね、ます。はい、縄止めをしてもらいました。結構な台数が乗ってますね。はい、これからちょっと短い時間の旅が始めます。はい、フェリー出港いたしました。はい、今向きを変えてるとこかな。ここから、はい、バイク見えますね、下のデッキの。はい、今から今治に向けて出港です。約、1時間ちょっとぐらいですね、1時間20分かなぐらいで今治に着きます。今治到着予定は8時10分です。朝日の方に向かって船が走り始めます。はい、かなり暴風体勢で喋らないと風がゴーゴー入るんじゃないかと思うんですが、今ですね、この船は、大下港というところに入港します。ちょっとこっち入ろうか。風が強くて、はい、岡村港を出たこの船はですね、大下港というところに10分ずつ走って、そこに到着してはして、そこから今治に行きます。これはあのバスみたいな感じでね、この島の人たちが10分ほど船に乗って次の港のとこまで移動する生活の足になってます。はい、そしてね、この石前フェリーは、僕がいつもよく乗る江田島から広島に乗るフェリーと違って小ぶりなせいか速度が速いです。はい、今ね、大下港に着きました。さっき高下港っていうところに入ったんですけど、今大下港に入りました。逆光だね。はい、ということで、2個目の動画はここの、フェリー出港までということです。また次の動画は四国編、楽しみにお待ちください。ではとりあえず一旦ここで終了。バイバイ。